あんたも町の外に行くことがあったら付き合ってやるぜ。もっとも金次第だけどな。俺以外にも冒険者はたくさんいるけど、俺ほど護衛費が安いやつは他にはいないぜ。今は町の外に行くことはないからいいわ。また今度ね。そん時はよろしく。おっと、用事があったんだ。それじゃ。あら、シアじゃない。どうしたの？マリーがお店を開いたって聞いたからお祝いに来たのよ。素敵なお店ね。ありがとう。でもこのお店借り物なんだ、卒業試験用の。それでマリーは何を作るの？私ね、昔付き合ってた人がいるんだ。私もその人もホッヘンが大好きだった。だから私はホッヘンが咲く夏が好き。で、竜の牙はあるのか？はい、これでいいのかな。お、いいのか。感謝するぜ。金は面倒だ、全部やる。それじゃあまたな。あのかわいそうだが、アジトを見られたからにはただで返すわけにはいかない。おとなしくしていてもらおうか。